到着。おはようございます。おはようございます。こんにちは。こんにちはでございます。こんばんはでございます。斉藤です。です。すごいところに来てしまいました。開放感。おらみ。ソレイユの丘、うん、オートキャンプ場というところにやってきました。三浦半島でございます。綺麗なんですけどね。めっちゃ綺麗。すごい。こじゃりね。うん。斉藤も。そう、こういう。こういうところ、こういうところじゃない、こういうところやばい、こういう石、はい、今日デイキャンプなんですけど、はい、本日ですね、YouTuber と遊ぼう企画でございます。まあ、とりあえず先に僕ら着いたので、そう、準備の方していきたいと思います。で、正直ね、なんかキャンプ場って感じじゃないので、ミニミニ遊園地とくっついてるキャンプ施設って感じ、うん、すごい綺麗なところなんですけど、まあなんかキャンパー向けっていうわけではない。バーベキューとかの、うん、あとね、バンガローとか後ろにね、あるんですけど、人気みたいで、うん、まあそんなようなところでございます。はい。はい、海がね、はい、見えますから。そうそう、海の見えるキャンプ場です。はい、うん、夏にはいいですね。思ったほど暑くなかった。今日が良かったのかも。そうですね、ちょっと曇りですけど、うん、まあ雨もね、朝降ってたけど、止んで、はい。はい。ということで、今日、遊んでもらう YouTuber さんをね、待ちながら。待ちながら。先に設営しちゃいたいと思います。痛い目標40分で設営の方やっていきますよ。はい、よろしく。よろしく。終わりましたね。40分。すごい最速。うん、マッハでやりましたよ。これは勝因はクレスタがねじれなかったことですね。はい、そうですね。クレスタの位置調整をしないで立ってくれたから。いつもなんか歪む。あと二股ポールやってないんで。そう、早かったね。うん、風がすごいです。風がすごいです。さすが海沿い。ね。うん、今日こんな感じで、4人なので。こんな感じでね、セッティングをしました。こういう感じです。クレスタをね、立てて全開放にしてる感じです。タープやろうかなと思ったんですけど、結構風があるんでめんどくさいなと思って、うん、クレスタだったらまあバサバサ言っても結構強いから、そうだ、うん、で全開放したら結構タープっぽくなるじゃん、ということでクレスタ立てました。バサバサ言ってます。すごいバサバサ言ってる。まあ、ちょっと対談みたいなねことやりながら、デイキャンプしながら話聞いてみたいなと思います。へい、へい、楽しみですね。緊張、いつも言ってる。緊張してるんですか。緊張する。前だけ、うん、あったらしない。なんだそれ。ちょっとね、風がね心配なんですけど、これ以上突風になると撮影がね厳しくなるんで、うん、まあ、そこだけ怖いなと思いながら。サイト自体はすごく綺麗なのでね。うん、あ、なんか来た。お客さんゼロ。はい、はい、ということで、うん、今ね来ていただいてテントの方に招待させていただきました。こちらです。今テイって言った。テイちょっとパクっちゃってるじゃんもう。じゃーん、こんにちは。はだし夫婦さんでございます。はい、ありがとうございます。すごいキャンプセットということでですね、今日ははだし夫婦さんと一緒にデイキャンプやっていきたいと思います。お願いします。はだし夫婦さんはですね、先日オーストラリアの方からお帰りになって、ずっと帰ってきました。ずっとオーストラリアの方で YouTube 活動してたんですよね。はい、はい、帰ってこられたのは3月、日本に戻ってきて今こちらの方で YouTube やられていて、アウトドア旅、うん、車中泊、私たちも似てるところがあるのかなと思いますけれども、軽く自己紹介をお願いしてもよろしいでしょうか。はい、どうぞ。同じことだと思った。ハダシ夫婦です。オーストラリアやっぱダメだって。普段はですね、 YouTube で夫婦で旅をしたりとか、くだらない日常の動画とかも上げたりとか、キャンピングカーで、車中泊してそういう生活をしてますみたいな動画をですね上げている夫婦です。夫婦です。そういった夫婦です。まあ、ずっと僕らもオーストラリアで見てたので、嬉しいですね。嬉しい、嬉しいです。やっぱりそうやって見ていただけると、なんか YouTube やっててよかったって思える。よかったって思いますね、うん、ということで、はい、今日はですね、ちょっとデイキャンプやらせてもらうんですけど、はい、
足立夫婦さんは、まあ、あんまりキャンプっていうのはもう初心者ですね。ね、自分たちも人のことは、ね、全然言えないです、ね。はい、焚き火セット準備したのでブッシュクラフト。はい、言葉ご存知ですか？ Google で調べました。やってみようということで火を起こしてもらおうかなと思っております。キャンプで。そうなんです、ね、そうなんです。焚き火と友達になろう、はい、焚き火と友達。その焚き火の企画の方はですね、足立夫婦さんの方の動画で配信してくれるということなので、ぜひそちらの方を見ていただけたら嬉しいなと思います。お願いします。お願いします。うちの方ではその後ちょっとね、質問等々トーク、夫婦的な対談をちょっとやらせてもらいたいなと思います。あんなことやこんなこと聞いちゃいます。今日はじゃあよろしくお願いします。聞いちゃうよ。ということでですね、無事に火がついたんですよ。つきました。はい、無事についたんですよ。うちがね、キャンプにハマった理由の一つのブッシュクラフトを経験していただいて、師匠でした。弟子にさせていただきました。どうでした？楽しかったです。楽しかった。楽しかった。楽しかった。ちょっとヒヤヒヤもしたけどね。まあ、めっちゃ熱中してたやっぱ。めっちゃ熱中した。途中なんか活動忘れてたでしょ。忘れた。途中なんか細く細く割ろう、細く割ろう。意外といけてましたもんね。なんかもっと手こずるかなと思ったら、うん、最後の火をつけるんだけど、本当に魔法だったなんか。確かに。とかありますよね。そうそうそう。最初もう自分たちの動画でずっとこすって30分ぐらい多分やって、でついて、格好悪いから3回目ぐらいでつくように動画切ってやりましたけども、キャンプ YouTube とかやる人も結構みんなやってるやつですね。もう私サバイバルできる。え、ハムキャン女子デビュー。寂しい。夫婦で YouTube を始めたきっかけってどういうことがきっかけだったんでしょうか？最初はインスタグラムだったんですよね。そう、最初は夫婦で会社辞めて、はい、オーストラリアに行くってなるにあたって、はい、まあ、情報収集かつ、まあ、発信みたいな形でインスタグラムをやってて、オフ会をやった時にそれがすごく楽しくて、つながれる人が増えるのがいいねっていうので、動画の方がもっとこう距離近く感じてもらえるのかなっていうので、じゃあ YouTube やろうっていう。だから友達増やしたいみたいな感じ。どれぐらいの感覚だって、まさにまさに、なんか今日の場が確かに確かに、YouTube を始めたきっかけ通りの YouTube でつながれたって、すごいパワーを持ってるよね YouTube って。すごいね、インスタから YouTube にだんだんパワーバランスが移ったみたいな感じなんですか？そうです、そうです。なんか初めて聞いた。YouTube からだと思ってました。なるほど。呼べるような規模でもなかったんですよね、うん、その SNS を通して人と会うっていう経験を何回かインスタグラムでして、はいはいはい、それがすごいね、楽しかった。楽しかった、うん。なぜ海外に、オーストラリアに長らくいたと思うんですけど、オーストラリアに決めた理由っていうのはあるんですか？新婚旅行でオーストラリアのバイロンベイっていう町に行って、はい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 、そこの町に惚れ込んじゃって、そこでちょっと生活してみたいなと思って。そう、日本でその2人で共働きで働いた時に何かしたいよねっていう、そうな、2人の人生をちょっともう一回ね、よくしたいよねっていう、まあ、結構なんかすれ違いが多かったりして、喧嘩とかもあったし、はいはい、朝家で起きた時にはもうどっちか片方寝て、はいはい、帰ってきた時にはもうどっちか片方寝てるみたいな、それをちょっと変えたいよねっていうのを、だけが、ここじゃないみたいな感じですね。新婚旅行で行った時はまだ勤めしてたんですか？あ、そうです。あ、なるほど。そんな話ができる、好きで好きで住んじゃうみたいな、うん、すごくないドラマっていうかさ、映画みたいにさ、なかなか何言ってないかみたいになるじゃん。まあまあそうですね。でもお二人もね、同じ職場でそうですよね、うん、もっと現実的な感じが海外も行きたかったんですよ、僕ら両方とも。海外っていう、もう一歩が最初やっぱ出なかったんで、うん、もう別にそこは迷いなくですか？海外に飛び立つ迷い、不安、不安はあったよね。はありまくりでした、ね、今めっちゃかっこよく言いましたけど、いや、なかったですね。言いたかったけど、ありまくりですね。ありまくりました。なるほど。英語を喋れない、で帰ってきて何かをこう得れるかどうかも確証もない、まさにお金もないし、お金もないし、どうなるのか分かんないけど行きたい気持ちだけがあるみたいな、そんな感じだったよね。なるほど。でもそういうふうに思ってる人多いと思うんですよ、ね、その一歩が出ない、ね、そうそう、海外に住みたいなとか海外で仕事した
たいなとか、実際行ってみて、行ったらどうにかなるもんなんですか？どうにかならないことが何回かあったよね。今回がどうにかならなかったですっていう動画が上がってるんですけど、僕らのチャンネルで。ぜひぜひ、口座残高がゼロになりましたとか、はいはいはい、YouTube で再生リストってあると思うんですけど、はい、トラブルのリストみたいなの作ってますよね。ただ、ね、多すぎて、はいはい、要望があった。そう、私たちのトラブルの動画見ると元気になるっていう人も、そうそう、謎の人数が発生してしまって、じゃあまとめておこうって見返せるように。でもそれってやっぱすごくポジティブですよね。確かにね、はい、好きな人と生きていくっていうテーマを一つ掲げてやられてると思うんですけど、好きな人と生きていくっていうテーマに沿っていくためには、なんかこうしたらいいんじゃないのかなとか、やった方がいいことを思った方がいいマインドみたいなのあったら教えてほしいです。たまに結構夫婦質問みたいなのがあって多いのが、どうやって仲良くすればいいかっていうのは多いです。うん、それはでも僕らも結構やっぱ聞かれますね。全然喧嘩してるんですけど。めっちゃ喧嘩はするんですけど、私もするしね、すごくね。めっちゃします。今日もしたね。今日もしたね。え、すごい。段取り喧嘩。どっちもいいとこ悪いとこあるよねみたいな、相手へのリスペクトじゃないけれども。いや、そうそうそう。不安になっちゃった。そういうテーマを掲げた理由みたいなのは、なんか、その言葉を見つけた。言葉を見つけたのは、でも本当さっきの話って、日本にいた時はすれ違ってたけど、はい、オーストラリア行って、まあ、いい意味で時間がすごい、2人でいる時間が必然的に増えて、お金もないし、大した仕事もないし、暮らしとしては大変だけど、でも2人で一緒にいるのってすごい楽しいよねってことに気づけて、はいはい、その時間大事にしたいよねっていうのが、うん、ね、それが1個あったよね。そこからじゃない、好きな人で生きていくって言い出したの、これをベースにして、そうそうそう、生きていきたいよねっていうので言うようになった。そう、それまでやってきたこと、思ったことみたいな。あ、そうです、はいはいはい。ぼーっとできる街だな。そうそうそう、本当に羨ましい。都会なんですか？めっちゃ田舎なんですね。海もめちゃくちゃ綺麗だし、人もこうすごいヒッピーな感じで、自由なライフスタイルの人が、はい、多い、多い、はい、そんな感じでちょっと質問させてもらいました。ありがとうございます。同じご夫婦で動画やられてるっていうこともあって、共通できる話もあるのかなと思って、ちょっと今回こういうキャンプの場を、作っていただけるということで、こういう回になりました。ちょっとご飯食べます。これいきたいと思います。概要欄、動画説明欄の方に、もろもろですね、私夫婦さんの情報とか、リンク等々あります。で、私たちのインスタとかウブ等の情報も載ってありますので、そっちの方も見てもらえたら嬉しいなと思います。よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。さよなら。またね。また次の動画でお会いしましょう。あれ、なんで僕が言ったの？